はい、どうもこんにちは。この前実家に帰ってたんですよ。で、僕のね、実家がね、静岡県の西の方の山の中なんですけど、まあ、地方行くとあるじゃないですか。おもてなしじゃなくてお土産あるじゃないですか。お土産、まあね、静岡の西っつったらね、まあ、浜名湖あるったりでしてね、ね、まあ、有名なのがうなぎパイじゃないですか。はい、ね、その新幹線のホーム行くとね、うなぎパイをなんかね、山ほど買ったサラリーマンとかよく見るんですけど、でもね、うなぎパイより美味しいお土産があるんですよ、静岡には。僕あんまうなぎパイ好きじゃないんですよね。でね、僕の好きなお土産はね、こちらなんですけどね、コッコっていうね、お菓子なんですけどね、これが好きなんですよ、僕は。これがね、美味しいんですよ。で、まあ、これが包み紙なんですけど、ね、中身はこれですね。でね、まあ開けるとね、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、お土産で買って配ったんで、まあ、あと1個しかないんですけど、6個入りと12個入り忘れたけど、なんかもっと入ったのもあります。昔はこのね、1種類しかなかったんです、種類が。なんか最近はこんなに種類があるみたいで、はあ、いい時代になったもんすね。ちょっとこれはどういうことでしょうかね。こちらここに書いてあるんですけど、通販限定コッコゴールドね。ちょっと説明文読みますけど、名古屋コーチン 100% の卵を贅沢に使用して、ふんわりと蒸し上げ、濃厚な味わいに仕上げました。これ静岡のお土産ですね。名古屋コーチン使ってるんですか。まあでもね、名古屋コーチンを、まあ、静岡で飼育すれば、まあ、静岡県産になるんですけど、まあ、名古屋入ってますからね、静岡土産で名古屋コーチン使うっていうのはどうなんですかね。これは他のはね、抹茶だと静岡県産の抹茶を使ってたり、いちごだと静岡県産紅ほっぺを使ってる、ちゃんと。ただね、このコッコゴールドだけ名古屋コーチン 100% 静岡土産なんで、では食べますよ。はい、あ、スポンジケーキみたいな感じですかね。で、中にクリーム入ってるんですよ、これね。美味しそうでしょ。いただきます。あ、うまいね。うまい、うなぎパイよりうまいわ、これ。味を食べると、なんていうんですか、あれなんですよ。まあ美味しいです。まあ歌もあるんですよね、これの。まあ歌えないんですけど、あのうなぎパイもね、歌があるの知ってます。うなぎパイの歌があるんです。まあ、これもね、歌えないんですけど、面白い歌なんですよね。結構有名な人が歌ってるんですよ、静岡出身の。僕はこのコッコの方がうなぎパイより好きです。でね、お土産屋ね、行ったらね、こんなのも見つけましてね、出世大名家康くんどら焼きって、知ってます、この家康くん。浜松市のゆるキャラなんですよ。実家の場所行っちゃった、ね、浜松城っていうのがね、あるんですけど、そこをまあ家康がね、あれであれしてたんでね、今こいつについてね、調べたんですけど、なんとウィキペディアがあるんですね、こいつの。これはですね、徳川、まあ、家康をモチーフにしてるんですけどね、ちょんまげがうなぎで、羽織の門、これがみかんで、この袴がヤマハがあるんでね、楽器のピアノでですね、これ口じゃないんですよ、これがあごひげで、口がこれです。うん、ややこしい。で、2012年のゆるキャラグランプリで7位だそうです、こいつ。おお、こいつなかなかやりますね。で、今年のゆるキャラグランプリ2013で頂点を目指す天下統一宣言をして、頂点を取れなかったらこのちょんまげを切り落として、出家大名家康くんになる決意表明をしたそうです。はあ、頑張りますね。でね、これ3つ入りなんですけど、我慢できなくて2つ食べちゃったんで、残り1個しかないです。はい、このどら焼きね、家康くんがね、ここあるんですよ、どら焼きに。いただきます。このどら焼きが結構ね、美味しいんですよ。はい、本日はですね、僕の好きな静岡のお土産と、なんか浜松のゆるキャラのご紹介でした。で、こちらのね、コッコね、
通販やってるみたいなんでね、そのリンクは、まあ、下に載っけとくんでね、まあよかったら皆さんもね食べてみてください。まずかったっていうクレームは受け付けないんでね、自己責任でお願いします。あとでこいつ家康くんね、なんか頂点取らないとちょんまげを切らなきゃいけないらしいんでね、よかったら皆さんも応援してあげてください。それではさようなら。